あのズゴックを乗りこなすアスランすごすぎないに対するみんなの反応をまとめてみた。誰がヨウイングにビームはつけようって言い出したやつ絶対使いにくいじゃん。嘘だろアスラン。やはりアスラン、ザラが最強か確信。やはりアスラン、ザラが変態か。あの感動アスランズゴック。というかサイズ的にどっちかの腕で振り抜いたら隙を生じぬ二段構えが発動するからそや合理的やろ。特にビームマンとあるブラックナイトとやり合うには。でもなんでそこから出力されるのがズゴックによるブレイクダンスみたいな変態戦闘なんです。割り切れよ、だってアスランだぞ。くるくる回ってるとは思ってたけど回避してるだけじゃなかったんか。足ビームだのファズムトツだのつくづく変な武装に縁があるなアスランは。ビームシールドなど豊富な武装が付属、刃物以外ついてたのか。手足ビームサーベルついてるイージスを乗りこなした男だからなアスラン。足ビームサーベルは蹴りと一緒に使えるんだから別に変な装備でもないだろ。アスラン修羅は速度下げてじっくり見たい。劇中じゃ何やってるかわからん。変形外あのグリフォンにビームブレードを常時展開してるようなもんなんだろうけど、これ下手な奴が使ったらちょっとオーバーに動いて自分の腕切っちゃうとかありそうだな。だってガイアに普通にあるし。1の画像をよく見てみろ。羽の向きがズゴックと逆向きになっている。こいつ後ろ向きにビームブレードを振ってやがる。ほんとだ、羽の付け根が回転でもするんかな。するんかなではなくしてる。錦の紹介ページでリフター見るとわかりやすい。公園にもビーム発生機があってほしい。総裁、つけていいですよね。ビーム陣のほとんどを出しながら戦うのがおっかないよね。考えればイージスでも最後はビーム派出しっぱだったし。それだけの武装を使いこなせるのは自分のアクションに対して相手がどう反応するのか先読みできてるからだろうな。トサカビームも普通に考えたら修羅には当たらないけど当てるための流れを作ってた。自分だったら自分で切っちゃいそう。全身陣怖え。こんだけビーム展開しまくってるからこそ笛打ちのトサカサーベルが刺さるという寸法よ。アスランがよく使用する連結ビームサーベルからして自分の足切りそうで怖い。こんな高速戦闘したら自分と相手のサーベルのどっちの光の区別つかなくなりそうだ。なんか生身でも同じ動きできるイメージがある。あんだけビームサーベル展開してかつ相手も似たような武装なのにお互いの動きを完全に読んでる。近接戦闘かませる男だ。しかも生身のスペックも高いからやろうと確実に思えばできる。ただ生身の場合は銃で決着つくからやる必要がない。アンビテクストラトスハルバートの時点で自分を切りそうで怖いのにさらに足にもバックパックにもついてて全部使ってるんだから器用だよな。エクスカリバーとかと違って長物でも実体験じゃないから重心と獲物の長さの認識の層で操縦がバグりそう。そういえば令和種サンバカの中でもビルスーツ戦において実体験体感等を使ってないのアスランだけか。生身でナイフは使ってるけど本人としてはナイフと同等の重さと取り回しの良さでより多く遠くの敵を切れるって感じで扱ってるんだろうか。にしたって扱うナイフが足やすねについてたり、そもそも人体ではつかないとこにあるからナイフ以上に体術の延長線登って感覚にも見えるけど。足サーベルはいいんだ。足サーベルは色もんにだけど使い勝手自体は普通の蹴りと同じだから翼サーベルを使いこなすのは変態の所用だよ。装備したシールドからもサーベルが出る上に背負ったウィングからもサーベル出てるの怖いな。人体ではできないロボットの関節の可動域ゆえに腕上げたら羽のサーベルできりそう。すまん、映画から入った初心者でもビルスーツについてまだまだ詳しくないんだけど、アンビテクストラトスハルバートってどういう形態のこと？要は連結サーベル。このビームサーベル2つを連結させたやつ。みんな言ってるけど連結状態のことよ。サーベルの指定はないけどだから。エクスカリバーアンビテクストラスハルバートモードだし、カレトブルックアンビテクストラスハルバードモードだし、シペールラケルタビームサーベルアンビテクストラスハルバートモードだし、デファイアントカイビームジャベリンアンビテクストラスハルバートモード。連結ビームサーベルって取り扱い難しいよね。普通の剣のように使ったら絶対ガラノブワから伸びるサーベルで自分切るから、デスティニーがアロンダイトでよくやる構えなんてやろうものなら切腹になるものな。種はいちいち武装に名前がついてるが長いことも多いのでふざけ混じりに武装名で話してることがあるのだ。ライジングフリーダムの肩にある武装にはシュプムシュバーハーなんて名前だったり、ライジングフリーダムとストライクフリーダムについてる腰のレールガンもそれぞれ名前が違ってたりする。こんだけいろんな場所からビーム出しておいてとどめの一瞬だけ頭部からもビーム出てくるとかずるだろ。相手に全部抜き身だと思わせるのもあったのかもね。この全身サーベル絶対ウィングのビーム陣で腕とか切りそうになるし、連結サーベルで足も切りそうになりそうだし、ウィングとサーベルの波動士が当たりそうで怖いけど、それを全てうまく使いこなすアスランはすごい器用だよね。なんならトサカサーベルが誤操作で自分を切るリスクが一番低いまである。よく見るとかがりに操縦渡した瞬間、しっかりビーム以外背中の X とか腕とか消えてるんだな。その後輩中だけ一瞬つけて、これは作画ミスかもだが消してる。やっぱり背中も腕も危ないよな。しっかはついてるの固定なんだろうか。常時出しっぱにしないなら、ますます最初の見え切りが全展開と印象付ける作戦に思えてくる。
空間認識能力が高いわけじゃないけど機体、武装の状態を把握する能力はトップクラスだよね。手足と同じ感覚で全てのサーベルを把握してないとできない動きしかしない。アスランは空間認識能力高いでしょ。ドラグーンも普通に使えることが判明したわけだし、射撃の精度もすごい。あと中距離以上の被弾率も高くないしな。ムー、ラウ、レイ、キラぐらいのレベルの空間認識能力で高い判断でいいんじゃない。ズゴックなんだけどくるくる回ってるなと思ったら背中のリフターについてる回転ビームみたいなので攻撃してて、変な声で田中のアスランどうなってるんだ。あんなヤバい動きをしてたら息も荒くなるよね。しかも相手は少しでも油断すれば自分がやられるレベルの強さだし。しかもあれ地球上での戦闘だから重力の影響もろかぶってるんだよな。衝撃を吸収してくれる体数なしならそりゃ息も上がるよ。アスラン三半規管上武装。ある意味アスランは当時のプラントが持てる最大のスペックが出せるように作ったコーディネーターだもんな。努力すればどんな道にも耐性できるように設計図通り作られたキラと違って、何やらせても最高点叩き出すって意味で。よく目の色が違うわ。ガレーに挙げられがちだけど設計通りのコーディネート通りいかないケースもあるってだけで、アスランは多分パトリックの要望通りに行った。あるいは実は設計通りに行かず図らずもキラに施した努力すれば耐性する方面に遺伝子のバグが起こった可能性もある。第2世代のコーディネーターはコーディネーターの両親から自然に生まれたコーディネーターだよ。両親両方から受け継ぐので強いけど、アスランは両親が優秀なだけ。迷いのないアスランは強いと言わんばかりにビームサーベル使いまくりなんだよな。そんで全部のビームサーベル使ってたと思ったらトサカっていう奥の手隠してましたみたいな。アスランと同等以上のパイロットじゃなかったら自損事故起こしまくるよねこれ。首を取られようが両腕を吹き飛ばされようが翼をもがれようが足を切られようが絶対にどこかにはサーベルが残っている。異常な継戦能力が本当にアスランしてる。セイバーをキラが一瞬でバラバラにしたのもこれを警戒してか。最近これ言うのやたら見るけどあれはシンプルに切れてただけだぞ。映画館では全然理解できなかったけど配信でじっくり見たら動きエグかった。弱相手だとそんなに動かないから芝対戦でよかったわ。いいもの見れた。もはやこいつの親戚では。セイバーバラバラの時はキラだけが種割れしてたし本気度が違うからな。アスランも種割れするくらい本気だったらまた展開も違ってきただろう。弱点と言ったらあれだけどアスランは種割れスイッチ入るのが遅いね。最初の種割れの時も後手に回ってたし頭使って戦略的に戦うタイプだからだろうか。自分の中で器用さのイメージに拍車をかけてるのがビーム陣を使いこなすのもそうなんだけど、いろいろなモビルスーツに乗ってるのも大きいかも。最初期のイージスとジェスティス系統の3機以外にも、ズゴック、ストフリ、ザク、グフと乗ってるんだよね。もちろん勝敗とか乗りこなし具合とかはあるけれど、シードシリーズでここまでいろいろ乗っててある程度戦えるのは正直言ってすごいと思う。キラは OS いじって自分に最適化する。シンはデスティニーという最適モビルスーツを与えてもらったのに対し、アスランは自分がモビルスーツに最適化するみたいな感じで一人だけ方向性が違うように感じるよね。なんというかどんなものや状態でも扱ってみせるみたいなプロフェッショナルさがある。エアーでも翼のビームサーベルでしっかり切り結ぶのはキモいわ。最初期からイージスとかいう変態モビルスーツ乗りこなしてたやつが全身サーベルなんてお茶の子さいさいよ。逆サーベルわかる。連結サーベルすげえ使いにくそうだけどまだ理解できる。背中のリフターのウィングのサーベルをクロスファイトでしっかり使うちょっとよくわからない。ここら辺特に思うのはビームサーベル同士は干渉するの。結局まあかっこいいからいいけど、アスランが強キャラなのは否定しないが、そもそもビームは自体はステラも使いこなしてからここ自体はそんな特筆することでもない気がする。基本干渉しない外野と自爆の可能性もあるスレガの X 時展開は別もんじゃね。ステラこんな変態的使い方してなかったと思うんですけど、せっかくついてる歯なら振るわなきゃな。ガイアのビーム翼は四足歩行時の格闘専用で、すれ違い様に切るっていう使い道が感覚的にわかりやすい。二足歩行の機体でブレイクダンスしながら背負い物のビーム翼で切り合いをするのはちょっと変態すぎる。どんな武器でも使いこなせるのがアスランの強みなんだなぁと改めて思ったよ。ズゴックしかりストフリしかり。政治スキルだけ低いけど戦闘関連はカンストって感じだもんな。今回ストフリも演者も運命もあと修羅の芝バトル漫画の住人が格闘してんのか。ってくらいリュンリュンわけわからん高速運動してたから何度見てもめちゃくちゃおもろいんだよな。終盤は特に本当によく見たらサムネはウィングを即座に反転させた上で逆噴射することでつばぜり合いするためのパワーも出してんのか。操作に熟達しすぎだろ。まあアスランは満身創痍の状態で演者受け取って動揺したシンと互角だったからな。体調とやる気十分ならこれぐらいある。あの時もシンが投げたブレードを盾で防いだ後足で蹴飛ばしてるからな。頭につけたサーベルは使いしょないだろ。って文句言ってもいいと思うんだが、アスランはなんか、そんな攻撃手段もあるのかで済ましてそうで怖い。とは言えたね、世界だと頭に近接武器は結構早い段階で先輩いるからな。まあ、サーベルよりゾーン積んだ方が汎用性ありそうな気はするけど、隠し玉として切れるカードがあるというのは、ああいう近接戦だとマジででかいんだよね。互角と見せかけて相手に行って取らせたと思わせたその瞬間を食うっていう劇中通りの勝ち方ができるから。
というカズゴックだとこれしかビームサーベル武器がないので割と重要ヒートクローもあるけどさすがに劣化が怖い。こう見ると順当に進化していってるな。最新版はもう SW の戦闘機って言われてもギリギリ通りそうな感じになったな。本来の用途はフルバーストするフリーダムの土台の扱いだったはずなのに遠くまで来たな。そろそろ目からビームが撃てるガンダムが出てきてもいいのではないだろうか。せやアスランの機体に詰めば受け入れられるやろ。カメラ、こういうことだな。口からビーム、核からビームはあれど目からビームは確かにまだないのか。 MADE ならハシュマルは目からビームに近い気はするが、全身に取り付けた刃物を全て有効活用してくる男。20年前の自分に映画でアスランがズゴックに乗るぞと言っても信じないだろうな。映画でアスランがかがりのエッチな妄想するぞとか言ったら全力でふざけるなって怒る人も多そう。自由に稼働する獅子ならともかく機体背面に固定されてる翼なんだからビーム陣がどっちに出てても自損はしないし、そこまで難しくはないんじゃないか。もちろん有効に使いこなすのは相応に難しいだろうけど、機体バランスが悪そうではあるんよね。背面に重たいリフター背負ってる割に獅子は鎧から、そのバランスで各部ビームサーベル展開させて近接を行うっていう。ズゴックでむちゃくちゃな動きしてたのってシュラが独身できるのを仮説してんかな。最初のウイングを受け止められた時に、最初にウイングで切りかかった時に見切られたヒートクロー無視してって疑問から、体勢を崩すとカズゴックの手足に切りかかるわけでもなくウイングの連続攻撃を裁かれたから完璧に読まれてる、おかしいってなったのかなって。イージスやジャスティスのサプムを扱い切れるからズゴックのウイングビーム程度じゃねえ。最終的にトサカビームまで使うし、サーベル同士でつばぜり合いが今作から特に発生してたけど、あるとないとで演出変わるよね。未だにズゴックの登場シーンを見ると変な笑いが出る決めポーズまでするのなんて反則だろ。こんな戦いの変態の機体をモチーフに量産しようとしているオーブだいぶマイルドにしてるけど、きっちり足サーベルは残してんだよな、イモータル。